つなぐ。大王子の定ゆきと病院の屋上を訪れた。あゆみ。愛子も年を取ったからな。あゆみはちゃんと勉強してるかやってるよ。何の勉強だ？学校のに決まってるでしょ？<laughs> そうか、そうか。ちゃんとしないとな。みんな？ あゆみのことを心配してる。みんなって。俺とか、愛子とか。そりゃあ。みんなさ。さだゆきの見上げる空を、あゆみも見上げる。おじさん。うん。父さんと母さんが死んだ本当の理由って何。 父さんが母さんを殺して自殺したって本当なのかなそりゃ噂だ本当のことは誰にも分からんお前のお父さんもお母さんも優しい人間だったじゃあなんで俺を置いていったのあゆみ目に見えてるものだけが 真実じゃない大切なことは心で見るんだ心で自分の心だあゆみが自分の胸に手を当てるその手に覆いかぶさるようにゆきの手が重なるそうすれば本当に大切なことが見えてくる。 手を離し柵の方に近づく貞幸。つなぐの方はどうだ。うまくできそうか。うまくかはわからないけど。愛子からきちんと教えてもらいなさい。うん。